怪人二重面相っていう曲を解説していきます。これもリクエストいただいた曲で、まずさっきやったのはイントロなんですけど、まあ、ギターソロが、3回入って3回ともまあ同じやつを弾いても別にいいんだと思います。まあ、最後だけちょっと違うんですけど、エンディングだけ最後にこういうフレーズが最後に入るんですけど、あとはまあ同じような感じで、だいたい自分でアレンジしながら弾けばいいと思います。で、今やった頭がまずこれが、4弦の、7から9へハンマリングして2弦3弦の9をチョーキング、まあ、基本的に3回か4回で下ろしたところで9-7、ダブルストップで上げてダブルストップで9-7、まあ、チョーキングもこの僕は薬指と中指と両方でこう上げてるんですけど、これを別に弦が柔らかいんならこう薬指だけで、上げ方でもいいんだと思います。ただその方が力いると思います。これは両方で上げれば力は、まあ、2分の1いうことで、でこれが同じ感じのフレーズで、これを12フレットに持ってってやります。でまた戻ります。で次がこれがまず、2弦3弦でいくんですけど、2弦3弦の14へスライド、あるいは3回鳴らすとかで、こっから、まあ、薬指でいって、薬指のまんま12へスライドで、この次に人差し指は2弦の10で、中指は3弦の11へ、まあ、あのスライドというかプリングする感じ、でこっからこのまんま、1フレット分、2弦の8と3弦の9へずらします。次のフレーズがで、5弦の579、ハンマリング、4弦79ハンマリングで、3弦の7、2弦3弦の9をチョーキングしてダウンして7で4弦9で、4弦の79で2弦3弦7でまた4弦の9、で次頭イントロのフレーズは、こんな感じです。3弦9チョーキングで1弦、あ、2弦の10、3弦9もう一回チョーキングで1弦の7で、また3弦9チョーキングでこのまま2弦の10を押さえて、ダブルス3弦の9はチョーキングしたままでダブルストップでこういきます。2弦の10はチョーキングしないでいいと思います。でダウンして、最後が
3弦の11でスライドして1弦の10で次、3弦を12へスライドして、で11弦12と3弦の12を同時に弾く感じで、で、このまんま今度はまた元に戻ります。1弦10と3弦の11へ戻ります。で最後が D7 っていうか、まあ、D の省略コード、こんな感じですね。で次が、まあ、A メロが、コード進行が D7 4つと G7 2小節、D7 2小節、A7、G7 で D7 2小節。これで一塊で、まず、これが、まあ、普通のロックンロールの感じで、まあ、歌うなら、こんな感じでいいと思います。で、バッキングの糸はこういくんですけど、まず、人差し指が5弦の5、薬指が4弦の7を押さえて、小指で4弦を5787、まあ、79、ごめん、4弦は7や、4弦7で7989、798997か。で今度 G7 で、今度は6弦3と5弦の5で5787で、なんかあの本物は8を弾いてたんですけど、こう弾いてました。まあ別にどうでもいいと思います、どちらでも。でまた D7 で A7、 G7、 D7 で、こっから、コード進行同じですいうか、あ、こっからちょっとちゃうか、 D7 4つと G7 2つ、 D7 2つで、まずこれをずっと続けます。これずっとダウンで弾いてるんですけど、弾いてるんですけど、速いって思ったら、まあこういうので、まあこうコードを押さえてるような感じで押さえてこうやるいいと思います。ちょっとね指が届きにくいですけど、まあこれもで、今度 D7G7D7 って言って A7 で2小節いって Bm、 他まあ普通にコードで弾いたらいいと思います。で G7 でまた D7A7G7 のところはコードを弾いてる人は、G9 っすよね。あるいはこの普通の5弦ルートのこの変な形の G7 でもいいんですけど、どちらでもいいと思います。まあ、G9 っすは、1弦2弦3弦を10を薬指でこうバレーする。これで人差し指で5弦4弦の9で、中指で5弦の10、こういうのが G9 スで、で普通の G7 が、これはもう2弦から4弦だけで、4弦の10じゃない、2弦から5弦までで5弦の9、3弦10で2弦が8や。どちらでも言います、いいと思います。
ターがこの2弦の2弦3弦の12をチョーキングしてダウンして10、こういうやつ。こういうやつを5回入れてます。まあどちらでもいいと思うんですけど、でまたさっきの A メロをずっと、まあここまでが一応 A メロでしました。 A メロをずっとやって、で次 B メロ、タラララーっていうとか、まあコード進行は A7A7D7A7A7D7D7 ということで、まあこれも普通にこれで、あるいはコードカッティングで、で C メロが C メロが G7 で、で B マイナーで E7、D7、A7、でまた G9、ここでまたを入れてもいいです。でここからまたソロが来ます。これも大体でいいんですけど、まあ頭は同じで、でこの次に、こう来るだけですね。3弦じゃない4弦7級、ハンマリング1弦2弦3弦7で4弦9、2弦3弦9チョーキングしてダウンして77、こうか。3弦9チョーキングして2弦10で3弦9のチョーキング、でこの次に、こんな感じですね。3弦9チョーキング、2弦10で3弦9チョーキングで1弦2弦の7をまあ何回か3回やって、次の小節で4回、こうやね。で、2弦3弦の9をチョーキング2回、最後がこの辺大体でいいんやけど、まず3弦11へスライドして1弦10、でもう一回3弦11、で12から順番に13、14で行って D の省略コードみたいな、まあ、この辺も大体でいいと思うんで、であとまたずっと A メロ B メロをやるんやったかな、B メロから入って、で A に戻って最後に、また最後だけ、入って頭でやったところで、この後に1弦2弦の9から10へスライド、これが入って3弦9チョーキングで2弦の10、3弦9チョーキングで1弦2弦の7、
また3弦9チョーキングで最後は1弦2弦の10、まあこの3弦9を中指でスライ、チョーキングして1弦2弦を小指で1弦2弦の10を小指で押さえて、まあ3弦9だけチョーキングしてるような感じかな。最後が、2弦3弦の12をチョーキングして下ろして10、これを5回やって終わり。っていうことで、まあ基本的にはイントロを別に最後までこう弾いてもうてもいいっていう感じで、ちょっと違うだけなんで、まあこう小技としていろいろフレーズを覚えていくとええと思います。ということで以上になります。